チャンネル。じゃあ岩畳いきましょう。おお、すげえすげえ。何これすごくね。これすごい。何がどうなってるの？どうも皆様こんにちは。脱サラ夫婦が日本一周ピーコボチャンネル、今日はいつものコボの前振りなしで始まっておりますけれども、秩父車中泊の旅2日目ということで、今2人が訪れているのは国の天然記念物に指定されております岩畳というところ。今日はこちらからのスタートでございます。それではどうぞ。岩畳ずーっとあれ右に繋がってんだよね。歩けるんでしょ多分。すごいわ。そう、さっきルート見たら大したわ。うん。船あるし。荒川なんですよね、これね。そう。あ、そうそう、ライン下りができてる。うん。綺麗だな、これ。おお。2024年に記念公園に付けられたんだよね。すごいですね、これは。転ばないでね。すごい景色だ。ピーちゃんは魚の稚魚を見に降りていき、ワンちゃんと仲良くなったこの様子です。僕はサムネを撮りたくてここで一人で待ってるんですけど、オタアマジャクシなのか魚の稚魚なのか分かりませんが、夢中になって、何なんでしょう、夫婦揃ってこのワンちゃんに好かれるというか、ワンちゃんが寄ってくるというか。カエルか、つまりオタマジャクシか。ワンちゃんのお名前は？ワンちゃんのお名前は？お名前、ワンちゃんの。お邪魔します。お邪魔します。2人が訪れたお店がこちら、西武秩父駅の目の前にあるお店、そば膳さん。こちらで昼食をいただくことに。秩父丼っていうのは何ですかね。わらし丼って有名ですよね。名物ですよね。うん。わらし、あとそば。くるみそばと。あ、そうなんだ。今回訪れたそば膳さんのメニューがこちら。秩父の名物わらじカツと豚味噌を使ったわらじと豚味噌コラボの秩父丼。こちらが一押しということで、私たちもこのメニューをお願いすることにしました。ブログでこうやってお店紹介させてもらったりだとか、はい、そうなんです。で映像で YouTube でね流させて、コロナでお客さんのコロナになっちゃって、ああ、はい、Twitter、あ、始めたんですか。あ、そうなんですか。教えてください、ぜひ。どうしたらフォロワー増えるのか、書き方とかは一応ね、毎日やるように言われて毎日。ああ、そうなんだ、すごい。でもすごいですよ。そうやってなかなかね、ツイッターとか使えないからね。うん、本当に。くるみそばと七分丼。くるみそば見えるかな。映ってるよ。そばつゆに秩父産のくるみが入ってる。いただきましょう。七味ちゃんです。自家製唐辛子の香りがとってもいい。一箱250円買ってきます。本当に買ってきます。最近ちょうど七味ブームだったんですよ、僕の中で。そう、美味しくて。ほぼ毎日使ってます。あ、そうなんですか。うん。本当だ。全然違う、香りが。わらし丼。あ、お醤油かけてるし。今全然美味しい、これ。いただいたわらじと豚味噌コラボの秩父丼がこちら。サラダに味噌汁、生卵がついていてボリューム満点の丼です。カツは柔らかくて甘じょっぱいソースが絶品。さらにそば膳さん自家製の香りがいい七味唐辛子をかけるといいアクセントになります。美味しくいただきました。もう長いんですか、お店開けてから。12年経った。もっとなんか昔からやってそうな感じは。その前の人は50年代。ああ、そうなんですね。で、お母さんに代わってみたいな感じですか。大変だった仕事って。お一人でやられてるんですか、今。居酒屋さんなんですか、もともとは。はい。そうですよね。単価も安いですし。はいはい。ああ。うん、その後誰かに託したい。お兄さんみたいな。嬉しいな、そんなこと言ってもらったら。ねえ、本当に。本当僕たち時間あるんで、なんか手伝えることないです。本当に時間あるんで、例えば重いもの運ぶとかでもいいですし。うん。はい。はい、もう全然教えますよ、本当、僕の分かる範囲でよければ。はい、ということで、今ピーコがお店のお母さんに SNS の使い方をレクチャーしておりますけれども、今後2人が旅に出て各地の飲食店を訪れた際に力になれることってどんなことがあるのかというのを考えてみると、このように SNS の使い方のアドバイスというのが一番即効性もあり、そして持続性もある活動になる気がしています。特に個人で経営されているお店というのは、大手の企業に比べて情報発信の面でどうしても負けてしまう。 SNS が大事ということは分かっていても、どうしてもその有効な使い方ができていないというような悩みを抱えていらっしゃるお店も多いと思いますので、ピーコボチャンネルでは今後もこのような活動も積極的にやっていこうと考えております。秩父駅前のそば膳さんに行ってきました。こんなにいただき物をいただいてしまうという。お味噌にきゅうりに自家七味に梅干しじゃねえな、梅の、あ、梅甘酢漬けをいただいてきました。困ってることないですかっていう話をしたら、そのインスタとかツイッターの使い方、情報発信というところだったんで、もしかしたらこのパターン多くなるかもしれないですね。なので僕たちの方でももう少しできる準備をしてこういった活動していこうかな。ただすごくいい出会いになりました。ひとまず今日はこの辺で、前上向いてこう前上こうでした。